武田塾に入会金無料で1ヶ月通える夏だけ武田、今年も始まりました。自宅でオンラインの指導も受けることができます。詳細は概要欄から。武田塾教授の中森です。合格者カレンダー、今回もですね、武田塾大阪校の方でやっていきたいと思います。それでは早速自己紹介お願いします。武田塾国分寺校に通っていました佐久間美希人です。大阪大学理学部物理学科に合格しました。はい、ということで、佐久間くんなんですが、大阪大学ということで、はい、経歴としては去年早稲田に受かっていると、はい、人間科学部、はい、それを、まあ、中退して、はい、入り直したと、そうですいうことなんですね。なんでそれを決断したんですか？もともと入りたかったのが大阪大学で、うんうん、そこで、まあ、早稲田の人科に合格はしたんですけど、うんうん、まあ、やっぱ合ってないなっていうのと、うんうん、あと自分がやりたい勉強が、まあ、宇宙系の物理のだったので、うん、そっちに行こうと思って再受験をしました。それを決断したのはちなみにいつ頃だったんですか？決断したのは4月末5月頭とかぐらいですね。結構じゃあもうすぐ入ってすぐやっぱりちょっとやりたいことどうしても未練があるみたいな、はい、あって、じゃあいざ浪人しますってなって、はい、武田塾ちなみに入塾したのは夏、まあ、6月の終わりぐらいかな、はい、だと思うんだけど、最初は自分でちょっとやってみたのかな、はい、うん、最初はその一人暮らししながら自分で勉強したり、あとバイトしたり、まあ学校行ったりっていう風にやることがかなり多くて、勉強の部分を自分でやりきるのがかなり不安になったので、武田塾のホームページから連絡を取ってみてっていう感じで最初ですね。そこが武田塾を選んだ理由っていうのはなんかどんな理由だったの？武田塾チャンネルをちょこちょこ見てて、まあ、名前を知ってたっていうのと、僕の得意科目不得意科目がかなり差があって、まあ、科目ごとで得意なのがまあ数学、科学で、まあ苦手なのが英語がとても苦手でした、ね、うんうんうん、英語はどこから始めたの？ルートの一番最初のところから始めました。じゃあもう日大レベルから、はい、シスタンとかの最初の一番最初の方の単語でもまあ6、7割ぐらいしかみたいな感じで、なるほど、結構まあ大変な感じです。早稲田受かっててもやっぱ英語は基礎からやばかったみたいな、はい、本当にじゃあ理系科目で持ってった感じだったんだね。早稲田受かったのはこの人間科学部の数学選抜っていう2次1科目で受けれるやつだったので、それで通ったんですけど、英語はとても苦手でしたね。なるほど。数学と科学はもう、まあ、さっきも言ったように得意だったんで、はい、これも最初からほぼ過去問やってたみたいな。そう、過去問とか、まあ、娘の演習をしましたね。それも特に苦にはせずっていう、はい、物理はどうだったの？数学科学に比べたら苦手意識はあったんですけど、まあ、英語よりは全然マシみたいな感じでしたね、うん、じゃあそこでそのある程度基礎がつかめてきて、英語はどうだろう？例えば日大レベル段階突破とかあの辺もやったか？いや、段階突破っていうよりはもう単純にそのルート通りに進んでいくっていう感じでしたね、うん、なんかそのゴールがゴールだったので、うん、結構テンポ早めにっていう感じでやってました。あ、なるほどね。英語はなんかどっかでこう成績伸びたなみたいな感手応えってあった？最初の頃は本当に基礎固めみたいな感じだったので、うん、その僕が解きたいレベルからすると全然レベルが足りてなくて、うん、解きたいレベルが全然解けないんですけど、うん、その解釈系の勉強をまあ秋ぐらいにしていく中で結構細かくしんどくずっとやってたので、うん、そこでまあ解釈の力がついたかなというふうに思いました。でなんかそこで初めてなんか読める感覚っていうのが分かってた感じ。うんうんうん、最終的に参考書は英語はどこまで終わらした？解釈でポレポレまでですね、うんうんうん、じゃあその後はもう長文とかはもう過去問でやろうみたいな感じでやっていって、ね、反対の過去問、まあなんかどうも聞いた限りだと早稲田受かった時は反対 35% しか英語は取る。そうですね。それで改めて過去問解いてみて点数はどんな感じだった？いい時は7割ぐらいの時もあれば 2,3 割ぐらいしか取れないみたいな時もあって、うん、1年前と比べて自分の中でなんか変わった部分っていうのは、あ、1年前は本当にそのなんか文法的な知識本当にほとんどなくて、うんうん、ただ単に、まあ、なんとなく読んでみたいな、単語こうだからみたいなぐらいで読んでたのが、文法的にというか解釈でちゃんと構造を理解しながら読むっていうのが、まあ、意識してやれるようになりましたね、うん、その頃他の科目はどんな感じだったの？数学科学とかは結構模試とかでもこう高めに出てて、うんうん、物理も普通にセンターレベルとかなら結構高くは取れてましたね。で物理はまだちょっと反対レベルだともう少しやり込まないとな。そうですね。それが大体何月ぐらいか？秋ぐらいですかね。直前期はどんな感じの勉強したの？でセンターの直前期はもうひたすらセンター解いていくみたいな感じで、うんうん、でも単語の勉強とあと解釈とかそのなんか二次で使う必要な部分は少し量を減らしつつもずっと続けてみたいな感じでしたね。二次の前はもうひたすら過去問解いて、数学とかは1日か2日で1年分解いて採点してもらってみたいな感じをずっと続けてましたね、はい、センター結構やらかした？文系科目はちょっと上がったんですけど、理系科目で50点以上落ちちゃってかなり失敗して
したなっていう印象でしたね。トータル何パーぐらい？76%とかですね。おちょっとじゃあセンターハンデ負ったかな。かなりしんどかったです。2次の手応えはどんな感じでした？2次は数学がまあ去年かなり難しかったんですけど、今年はまあそれよりは解けたかなっていう印象で、最初が数学だったのでまあ気持ちも楽になって、理科も英語もほどほどにぐらい取れました。正直終わった後自分の中で感覚どんな感じでした？いけたかなって感じだった。結構取れたなっていう印象だったので、いけたかなっていう感覚でしたね。まあ結局大阪大しか今回受けてないのかな。中期で大阪府立大も受けました。ああなるほど。じゃあいざ結果受かってた、はい、どんな感じでした？終わったって感じでしたね。まあ長いもん。長かったので、その自分の中で、しかも大学も辞めちゃってから受験したので、ダメだったらとか結構考えてて、受験が終わったことに対するなんかほっとした感じが一番大きかったですね。大学辞めること自体は親の反対とかはなかった、はい、反対というかびっくりはされましたね。9月でもう退学はしてたので、武田氏が入ったのが6月くらいで、8月くらいに親に話して親に話さないでやること決断してもう勉強始めるんですか、はい、もしダメだったら自分でバイトなんとか頑張ろうって思ったんですけど、親に話したら、まあ、入る前からちょっと受験するかもみたいなことは少しは言ってたので、まあ、そのまま行くよりはもう一回受験で入り直すっていう話をしたので納得してくれてって感じですね。じゃあそれ受かって報告した時はどんな感じだった？あ、僕受かった時の合格発表朝寝過ごしちゃってて、結構夜遅くまで待って受けようと思ったら寝ちゃってみたいな、で親からの LINE が先に来たのでなるほどね、はい、親のリアクションが先だったんですね。大きな決断だったじゃないですか、はい、受かった結果オーライだと思うんだけど、はい、今考えてやっぱその決断して良かったっていうのは思いますか？良かったとは思うけど、だいぶやばかったかなと思います。周りから見たらかなりそうですね。最終的に英語はどれぐらい伸びたの？2次で 55% ぐらいです。 20% ぐらい上がりましたね。じゃあもう本当に3割ぐらいでもう自信もなく返したやつが根拠ありで戦えるレベルまで持ってきたみたいな、はい、うん、他の科目も結構1年前と比べると伸びた感じはあった？物理はまあ伸びたかな。物理も 10% ぐらいは伸びましたね、うん、数学と科学は大体同じぐらいかなって感じです。じゃあ安定そのままさせて維持できたっていう感じかな、はい、うんうん、一旦は入ったものの、はい、どうしても自分の行きたいところに行き直して入ってやりたい夢を叶えたということで、はい、そういう経験を踏まえて何か一言、はい、視聴者の皆さんに何かメッセージとかあれば、はい、お願いします。受験をしていく中でかなり冬季戦になったりすると、まあ、しんどかったりとか苦しかったりすることが絶対あると思うんですけど、そういう時にまあ自分を信じて諦めずに、そして先生が絶対味方になってくれるので、先生といっぱい話したりしながら辛いことも乗り越えて頑張ってくれたらなと思います。諦めずにやればやりたいことも叶うということで、はい、はい、ということで本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。先日私高田が武田塾高松校に行ってきました。カフェスタイルのおしゃれな教室で、さらに働いてる先生たちもすごくいい先生たちばかりでした。ぜひ皆さん武田塾高松校の動画概要欄から見てください。